シービスケット、1933年から1947年は、アメリカ合衆国で生産、調教されたサラブレッドの競走馬である。1930年代のアメリカ競馬で、競走生活を送っていた馬で、初期は不遇をかこつものの、競走生活の終盤には、マッチレースで三冠馬を破るなどの活躍を見せた。後の1958年にアメリカ競馬殿堂に加えられた。アメリカの大恐慌時代の最中に活躍したシービスケットは当時の人気馬の一頭であり、同馬とそれに関わる人々を描いた小説が映画化されている。1933年にウィートレーステーブルで生まれた影のサラブレッドで、父はマンロウォー産区のハードタック、母はウィスクブルーム産区の未出走馬スウィングオンという血統であった。馬名のシービスケットとは海軍用の乾パンのことで、これは父のハードタック、肩パンの意から連想して付けられたものである。生後、クレーボーンファームで育成され、ウィートレーステーブル所有で競走馬として登録された。しかしシービスケットの生育状態は歩く、馬角が小さい上に、コブのように膨らんだ膝もあり、見た目からは期待をできるようには見えなかった。シービスケットが最初に預けられた調教師は V マーラという人物で、同調教師の下で1935年1月19日にハイアリアパーク競馬場で行われたダート3ハロン約600メートルでデビュー戦を迎え、10頭立ての4着に入った。その後も下級条件戦に連日出走し続けたが、未勝利のままで5戦目の後に G タッペン厩舎に天馬やした。ここでも勝ち星はつかめず、さらに5戦した後に三冠馬ギャラント・フォックスの調教師として知られる名伯楽ジェームズ・エドワード・フィッツシモンズへと預けられた。しかしシービスケットには競争を嫌う節があって思うように調教でき、また同時期にギャラント・フォックス産区の期待の3歳馬オマハへの調教に時間を多く割かざるを得なかったため、良い成績を期待できるような状態にすることはできなかった。18戦目となった6月22日の奈良ガンセットパーク競馬場、ダート5ハロンの一般戦で、シービスケットはようやく初勝利を挙げた。結局、2歳時は35戦も出走しながら、条件戦5勝と、その労力に比べて冴えない戦績に終わった。ちなみに同年、同厩舎のオマハは、史上3頭目のアメリカ三冠馬となった。シービスケットは3歳シーズンの初頭にして、すでに48戦9勝の戦績を上げていたが、勝ち案はいずれも、下級条件戦ばかりで、評価できるものではなかった。ここで、ウィートレーステーブル代表のグラディス・ミルズ・フィプスは、シービスケットを売却することを決め、アメリカの自動車販売業者であったチャールズ・スチュワート・ハワードに$8000でシービスケットを渡している。当時の$8000は2007年現在の価値にして$100,000相当であり、決して投げ売り価格ではなかったが、これはフィッツシモンズがシービスケットの潜在能力を超して、この値段をつけさせたと言われている。以後、シービスケットはハワード夫人の名義の下で、競争生活を送ることになった。ハワードの購入後もシービスケットはまだ相変わらずダ馬のままであったが、新たな担当となった調教師のロバート・トーマス・スミスの型破りな調教法は、次第にシービスケットの競争嫌いを変えていった。そして、後に主戦騎手となるカナダ出身の騎手ジョン・ポラード、レッド・ポラードと初めてコンビを組んでの初戦は、1936年8月22日のデトロイト競馬場のモーターシティハンデキャップあった。ここは4着に終わったが、この2相互がバナーズハンデキャップで勝ちを挙げると、そこからこのコンビによる快進撃が始まっていった。1936年10月から拠点を西海岸地区に移し、そこから5歳までほぼ休みなしで出走を繰り返し、勝利とレコードタイムの山を積み重ねていった。3歳末には、ベイメドーズ競馬場では2走連続で、レコードタイムを更新する離れ技も見せている。翌年1937年には、徐々に積み重ねられていくハンデキャップ戦の斤量をものともせずに、サンフアンカピストラーのハンデキャップから7連勝を飾った。このパフォーマンスから、同年の北米最優秀ハンデキャップ牡馬に選ばれたが、年度代表馬の座はその年の三冠馬、ウォーアドミラルに譲っている。この頃には、シービスケットの人気は沸騰し、新聞でも、紙面を大きく取ってのコラムが連載されていた。関連グッズも飛ぶように売れ、それらはハワードの新たな収入源にもなった。1938年、この年ポラードはシービスケットに乗ることができなかった。ハワードにはシービスケット以外にも持ち馬がおり、シービスケットの年内初戦の1週間ほど前に、そのうちの1頭フェアナイテスへの騎乗をポラードに依頼していた。この騎乗中にポラードは落馬事故を起こしてしまい、肋骨や腕を折る、大怪我を負って騎乗ができなくなったのであった。そのため、ハードは年初からシービスケットに騎乗する代わりの騎手を探す羽目になった。ハワードは自分の親しい騎手などから代役を募り、最終的に名手ジョージ・ウルフに手綱を任せる子にした。シービスケットは、ウルフ騎乗のもと、ベイメドーズハンデキャップや、ハリウッドゴールドカップなどの大競争に勝利していった。ポラードは6月に怪我から復帰できたものの、別の馬で再び事故を起こし、騎手生命を絶望視されるほどの重傷を負ってしまった。そのため同年はずっとウルフが騎乗することになった。1938年8月12日、シービスケットとウルフはデルマー競馬場でマッチレースに挑むことになった。デルマー競馬場は前年に開設されたばかりの競馬場で、そこの共同取締役を務めていたハワードと共同取締役の中心人物であったビング・クロスビーが企画したものであった。ハワードのシービスケットと対決したクロスビーの所有馬リガロッティも他実績ある競走馬で両馬の対決は観客を大いに集めることに成功した。レースはリガロッティが先行したが、シービスケットはコースレコードでこれを破った。このマッチレースの後に参戦をこなし、年末に再びマッチレースが組まれることになった。1938年11月1日、ピムリコ競馬場で前年創設されたピムリコスペシャルにシービスケットは出走した。出走馬はシービスケットとウォーアドミラルだけのマッチレースであった。シービスケットとウォーアドミラルの2頭は、前年から出走予定の上では3度の対戦が予定されていた。しかし、これをシービスケットの陣営がスクラッチ、出走回避し続けたために対決は実現しなかった。1938年5月にも両陣営が競技の上でマッチレースを企画されていたが、これもまた回避していた。そしてついに実現した東西の最強馬2頭の対決は、世紀の対決として大きな注目を集めることになった。ピムリコ競馬場にはアメリカ全土から競馬ファンが殺到し、特別観覧席から一般席まで身動きできないほどに人で埋め尽くされた。シービスケット陣営は対戦に先立って秘策を用意しており、スタートダッシュで有利な位置を取るために、スタートの際のベルの音をシービスケットに覚えさせる特訓を行っていた。この策は功を奏し、序盤はウォーアドミラルの先を走り続けた。中盤にはウォーアドミラルに並びかけられるも、残り200ヤードのところで再び前に立ち、4馬身の差をつけて勝利した。この年、シービスケットは年度代表馬と最優秀ハンデキャップ牡馬に選出された。どこでも勝ち星を重ねる一方で、サンターニタパーク競馬場の3月の大競争。サンターニタハンデキャップだけは、シービスケット陣営が毎年目標としながらなかなか勝てない競争であった。最初の挑戦は1937年で、シービスケットが3歳末の時点で、陣営は翌年の同競争に狙いを定めていた。しかし直線での不利や、ポラードの主力、片目を失明していたから来る騎乗ミスもあって、ローズモントに花差の2着に敗れた。翌年1938年もウルフを背に挑戦、トップハンデで果敢に挑むが、30ポンド、約 13.6kg 軽い斤量のステージハンドにまたしても、花差で敗れている。そして1939年の6歳シーズン、この年も挑戦する予定であったが、年始のロサンゼルスハンデキャップの競争中に、左前足の靭帯を断裂、サンターニタ藩で出走どころか、競争生活をも絶望しかねい怪我を負ってしまった。シービスケットは引退せずに復帰を目指して、ポラードの妻、アグネスの支援のもと、ポラードと共に療養とリハビリに努めることになった。ポラードは折れた骨と萎縮した脚力を取り戻すために足の整形手術を行い、ブレースで足を固定しながらシービスケットに乗って騎乗の訓練に取り組んだ。シービスケットも徐々に歩き方、走り方を取り戻していき、翌年には復帰ができるまでに回復した。1940年、シービスケットは7歳にして競走馬として復帰。同じく復帰したポラードと共に、サンターニタパーク競馬場のラホヤハンデキャップに出走した。結果3着と勝ちこそできなかったものの、復帰が絶望視されていた騎手と競走馬の復帰戦としては、十分すぎる内容であった。復帰3戦目に出走した競走は、サンターニタハンデキャップ直前の前哨戦、サンアントニオハンデキャップで、同競争には、ハワードの所有馬で、前年のサンターニタハンデキャップ優勝馬のカヤックが、走していた。シービスケットは、斤量124ポンド、約56キログラムと、本来のシービスケットにしては、軽いハンデを与えられたことも幸いして、前年の覇者を2着に破って復帰後初勝利を飾り、宿願のサンターニタハンデキャップ優勝に弾みをつけた。3月2日、シービスケット3度目の挑戦となったサンターニタハンデキャップには前走でも対戦した前年優勝馬カヤックと再度まみえ、その対決を78000人の観衆が見守っていた。スタートでうまく馬群をはけないまま進み、道中で束に包まれる不利があったものの、内をついて馬群を脱出、そのまま駆け抜けてカヤックを1馬身半を抑えて優勝、優秀の美を飾った。4月10日、シービスケット陣営は競争生活からの引退を発表し、リッチウッドランチで種牡馬となった。7年間で108頭の産駒を出したが、競走馬として大きな活躍をした子は出なかった。現在では、オス系としては血を残してはおらず、母の血統をたどると見つけられる程度である。一例としては、トミケンブライト、東京3歳優春牝馬、エメラルドカップ。オロカップの6代母ドレスドアップの父にシービスケットがいる。1947年5月17日に14歳で死亡。その墓の所在は現在も伏せられており、ハワード家だけが知る秘密にされている。シービスケットに関する書籍はアメリカで多数出版されているが、その中で最も有名なものが2001年にアメリカの作家ローラ・ヒレンブランドが書いた。シービスケットの競争生活とその背景をもとにした小説、シービスケットあるアメリカ競走馬の伝説、現代である。この小説は大ヒットを記録し、2001年度のにも輝いた。シービスケットを題材とした映画として知られるものに、1949年公開の映画、シービスケット物語、現代、ヒレンブランドの小説を原作とした2003年公開の映画シービスケット、トー・マグワイア主演がある。後者は日本でも2004年1月24日に公開され、その公開に先立って原作の和訳版が2003年に出版されている。また、日本においても同馬の逸話が取り上げられた例もあり、K林館発行の高等学校外国語科、英語用教科書、エレメントイングリッシュ交際 ISBN 978-4-402570-163 は、シービスケット話を教材の題材に用いた珍しい例の一つである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。